香港語は、香港の香港島南岸にある地域で、南区に属する。アバディーンハーバーは、香港語とカモスの間にある港である。香港語は、伝統的には、香港語の町、高ウ港とカモスからなる地域の総称であるが、時には、香港語の町だけを指すこともある。港内で戦場に住んでいるタンビンが有名であり、新法王国のような海上シーフードレストランも、 観光客によく知られている。担民の多くは水産業に携わっており、校内でボートの上で暮らす数十人の移民もいる。会場レストラン、チンポ王国かつては、石ワ湾と呼ばれていた。1845年、当時のイギリス外務大臣アバディーン博、ジョージ・ハミルトン・ゴードンを記念して、アバディーンと名付けられた。香港は、 香港の名前の起源になったと考えられている。明朝期の地図には、カモス城に、香港村という地名が書かれている。高竹港に囲まれた、もう一つの村、香港囲いは、清の建立帝時代に設立された。香港は、香りの港という意味であるが、かつて、深海の香木、蜜工樹が、中国の他の都市に輸出するために移入されたことが、由来と考えられる。 日本統治時代は、香港の名前の起源であったことから、元香港と呼ばれていた、海洋公園から見た、アバディーンハーバー。中央の島がカモス。カモスと右の香港語の町の間が、アバディーンハーバーである。ありがとうございます。